えー、就活生です。私は大した資格もなくアピールできることが少ないです。なるべく見た目を良くして昔から喋り合ったしので優秀そうに誤解させるように頑張ろうと思ってます。社長面接で採用したいと思わせられるような態度やテクニックなどを教えていただきたいです。よろしくお願いします。えっと、あの、そこそこの会社であれば、その社長が発言しているものとかって探せば出てくるので、そのなんかお酒が好きですとかだったら将来こんなことやりたいですとか、そのなんか家族構成こんなのですみたいな。で、それ読んで、それに絡む発言をしてください。 で、別に、あの、それ読んだなってバレてもいいんですよ。ただ、その、要は、就職する上で、御社に就職したいので、その、あなたのこともちゃんと、あの、調べる限り調べましたっていうのが伝わると、あ、こいつは結構、時間をかけて自分のことを知ろうとしてるいいやつじゃんっていうふうに思ったりする確率が上がるので、 なのでその社長さんの個人的なのって今時だとあのフェイスブックとか探せば結構出てくるのでなのでそのフェイスブックあの適当にこう見てなんかあの旅行してるとか釣りやってるとかだったらあのこういうところ釣り僕も行きたいんで今度釣り教えてくださいみたいな感じでこうなんとか接点を持とうとするみたいになるとあこいつやる気あるじゃんみたいなあのやる気があって食いつこうとしてる若手を嫌う社長って少ないんですよ。 ごくたまにエンジニア系ででそういうういいやつ気持ち悪いって言うんですけど基本的にはその社長とか経営者層ってその自分に食いついてこようとする若い子っていうのを喜びがちなんですよ。要はそういう若い人がいっぱいいると、まあ、会社としても活気があるし自分が言ったことやってくれるからあのきちんと動いてくれるスタッフがいるっていうのは。なのであの本人について調べるっていうのをやるといいんじゃないかなと思います。